こんばんは。暗髪もうない、見てもうない。髪色いい？本当？さすがにプリンになっちゃったので染めてまいりました。長さはあんまり変えないで染めてもらいました。長さは変えないで整えてもらいました。そう、こんな感じ。臭みでそう、そうバッサリはいかなかった。髪色いいでしょ。かわいい。いい感じです。とてもがない。暗い色も似合う。本当？ティッシュどっか行っちゃった。よけよ。かわいい。本当？似合う？バンダイの美容室で切ってもらった。いつも切ってもらってる、切って染めてもらってる。でもこれがさ、色落ちるとあんな感じの明るさになるんですよ。すごくないですか。ちょっと前髪浮いてるから、えい。ドナルド・マクドナルドハウス新潟さんのアカウントさんが安藤さんたちのことツイートしてました。本当？見ないと。じゃーん。今日はね、でも今日本当はレッスンがあったんですよ。レッスンの前に染めて、でレッスン行こうと思ったらレッスンが急になくなっちゃって、そうだから今日はちょっと急なオフになってしまいってプラプラしてました。そうなの。かわいいっしょ。髪色お気に入り。でもね、なんか切ってもらってる時に伸びたなって思ったの、髪の毛。ペメナソ公園はないかな。そう、伸びたなーって。量も整えてもらって大満足です。今月は行くつもりじゃなかったんだけど、この日しか空いてなくて、行きたいなーって思った時。黒ではない。なんだろうね、これアッシュなんだと思う。こんばんは。でもやっぱり12月は多いんだって、予約が。12月は予約多いですねって、混みますねって言ってた美容師さんが。やっぱりそのクリスマスとか年末年始があるから、その前に行ってる人が多いんだって。だから12月に行こうと思ったら、あい、なんか行きたいなって思った時、ところ空いてなくって。そう、合わせて着るんですねなんて言って
話してました。そう、夏、その8月と12月がやっぱり多いんだって。そう、どうですか？そう、お盆、お祭り、正月前は床屋も込む。あ、そうなんだ、みんなリア充なんだ。それね、あの話にもなりましたよ。あ、じゃあデート行く前とかに切るんですかね。話したら、でもクリスマスの当日に予約とか入ったりするんですよって。へえ、じゃあ夜会うんですかねって言ったら、でも夜なんですよね、あれみたいな。ねえ、でも多いんだって。いつもなんかそんなたわいもない話してる。そう、いい感じに切ってもらいました。なんか毛先整えて、で量も調節してくださいって言ったんですけど、なんかこう、なんだろう、前の方も全部長さ一緒にしちゃいますかって言われて、もう迷ったから、もうどうしようって思って、どうがいいと思いますって聞いて、へえって結局聞いても迷っちゃって、じゃあお任せしますって言って。そう、ちょっとね、毛先の方は切ってもらいました。整えてもらって感じにしました。もうさ、決めらんなくて、そういうの。そう、お任せが一番間違いない感あるよね。そう、なんかお任せします。言ってお任せにしちゃった。じゃあ整えますねって言って整えてもらいました。調節する量がないなって。大丈夫、時間が経てば増えるさ。いつもいい感じにってお願いし、わかる、いい感じに量をちょっと取ってくださいって私も言っちゃう。でも量も減った、嬉しい。こんばんは。でもさ、もうちょっと伸びたらさ、ツインテも可愛くなるんだろうなって思ってる。こんばんは。この横っちょも切ってもらった。私ね、前髪の長さにすごいこだわりがあって、私前髪浮くんですよ。これでこう止めてるからわかると思うんですけど、だから私美容室行く前に自分で切ってから、よし、この長さってなってから、いつも前髪は整えるだけでお願いしますって言ってる。そうなの、美容室で前髪だけ、そのと整えてもらうっていうか、長さは自分で切って、家出る前に切ってってやってます。前髪はね、私こだわりが多分強いんだよね。てか心配なんだと思う。なんか目と眉毛の間にしたくって。そう、でも切りすぎられても嫌じゃん。でちょっとこうなんか長くても嫌だから、自分で切ってから整えてくださいってお願いしてます。そう、美容室ってお店入ったから出るまで何分くらいかかるものなの？え？それは混み具合とか、あとはあのカットだけなのか、カラーもやるのか、トリートメントするのかにもよると思う。
かな、やっぱり。私もだってこの染めてカット整えるだけでも2時間ぐらいですかね、目安2時間って書かれてるから、そう2時間は見てます。ブリーチはしないです。私1回もブリーチしたことない。やっぱりブリーチはめっちゃ痛むんだって。ブリーチはしないですね。ダブルカラーしたら2時間ぐらいかかった。だってブリーチは絶対、絶対っていうか今はしたいとは思わないかも。ただでさえ染めてさ、色が色っていうかこの髪の毛がさ、なんかあーなんかちょっと傷んでるなーってのがわかるから、枝毛がなくなってる、嬉しい。部分なるやん。知らない涙が顔届け。家族ラインでした。5分でカット、すごいな。うん、私は5分以上かかるね絶対。嬉しい。でも伸びたよね髪の毛、伸びたなーってめっちゃ思う。ファーストテイク見ました、見ました。めっちゃ歌うまいね、めっちゃ歌うまくて羨ましいなって思った。シングルのジャケットでドラさん写ってるの、写ってるジャケット良かったね。でしょ、そうジャケ写の時なんかそのなんだっけ、ユニバさんがこう着てたんですね。そうユニバの、ユニバさんのその関係者さんというかが着てて、めっちゃ表情褒められた。表情褒められて嬉しかった。安藤さんすごいいい表情するねって言われて、表情の作り方うまいって言われて、すごい嬉しくって、ありがとうございます、こういう感じの表情するの得意なんですって言っといた。めっちゃ嬉しかった。めっちゃ嬉しかったです。そうで、久々っていうか初めて耳にかけずに内巻きにしたんですよ、あの時。こうやってちょっと顔が重ために見えるかもしれないけど、顔が重たいっていうかこの辺がすごい重たく見えるかもしれないけど、なんか新鮮かなって思って、あの時明るいんだけどね、髪の色が色落ち しててさ、その時公園でもいい笑顔してるもんって、ありがとう。ワンピースも可愛かったね。だってね、なんかここすごい私好き好きのやつだよね。そう、なんかあの記者にさ載ってる全体のさ写真あるじゃないですか。なんかまあね、誰々ここ誰々ここってまあ序列というかこう言われてくんですけど、その時に私がまさかの捕まらなくちゃいけなくて、記者にあ登るところ、運転席へ登るところの、その階段みたいなところに捕まらなくちゃいけなくて、
ガタ姉さんも捕まってるんですよ。そのさらにこういう状態で捕まらなくちゃいけなくて、10分15分10分ぐらいだったかな、ずっとこうだったわずっとこんなんで、はーって言いながら10分だったかな、5分10分15分、それぐらいかな、そう、はーって言いながら、うん、たまにこう片手にさ、こうやってやってさ、休憩しながらさそうやって、髪切った、整えたそうそうなの、ここちょっとさ、こうやってさ、こうやってさ開かなくちゃいけなくて一人だけ笑顔がちょっと引きずってるかもしれない、うん、髪が可愛いでしょ、そう、何回も撮るから時間がかかってさ、でもいい位置にいるよね、あのジャケ写、全体のところにさ一人だけバーンってなってて、しかもなんかね、位置決めしていくときに、あ、楽しそうだな、ガタ姉さんって思ったらきつかったきつかった、しょうがない、このチーク入れたかった、こんばんは。でも来月はマツパする、なんかまつげ下がってる、マツパするって決めてるそう、そう、ね、いい感じ、かわいい、色落ちを楽しんでください皆さん。でもなんかこれぐらいだったらさ、エクステつけてもなんかあれだね、自然になりそうだね、もうちょっと長くないとあれかな、たまーにロングになりたいと思うんだよね、たまーにね、たまーにロングになりたいなと思うんだけど、バタ姉さんもヒールだから足が大変そうね、なんかそう、あの時すっごい雨だったんだよね、雨降っててさ、わかる、髪いい感じすぎて、このプリンじゃなくなったのがすごい嬉しすぎてさ、今日お風呂入りたくないお風呂紫シャンプーしないと、たまーにね、ロングいいなと思うの、たまーに、やっぱりいろんな髪の毛のアレンジできるから、撮影はいつも晴れのイメージ、いや雨ですね、そうだからドラさんだけ傘さしたじゃん、あれガチで雨降ってて、全体の時は、あ、記者の時は雨降ってたのかな、雨降ってて結構ひどくって、そう、晴れてたら傘なしだったと思う、なんか本当にドラさんの時だけ雨がめっちゃ降ってて、めっちゃって降り始めだったんかな、そう、みたいな傘持つみたいな、そうなの、ドラさんだけ傘持ってます、
ね。またね、またね。月末だ。シャーってなんでシャーなのかわかんないけど、来月12月って信じられなくない？意味わかんないよね。12月なんだよ。マジで意味わかんないと思う。今年終わるんだけど。やばい。早いよね。あっという間すぎる。本当に早い。ガチで。確かにつぐみさんの卒業。カル、誕生日あと2ヶ月なんだけど。やだ、2ヶ月ってか、あともうちょっと1ヶ月なんじゃない？22歳だよ。22か。考えられないね。もうちょっとで生誕ティー。もう受付かな、だってね。いつ受付するかね。私もなんかね、今日レッスンなくなっちゃったから、次レッスンある時に提出しないとって思って。おじさまたちに怒られる？何が？ 何が？私そんななんか変なこと言ったっけ？まだ高校生くらいの気分だよね。わかる。本当に高校生です。あ、みんな今日ね、バンダイ行ったんですよ。バンダイ行ったらさ、このさ、これ、これってさ、バンダイにできるってことだよね。セントロマー方面ってことですよね。びっくりしちゃって写真撮ってきちゃった。って思ってたんだよね。最高。12月中旬だってよ。もうすぐ。行ったことない、まだ。ずっと行ってみたくって、ごめん、そば部なんですけど。 ずっと行ってみたくって、ずっと行ってみたかったんだけど、嬉しいです、とても。
多分辛いよ。マジ？辛い？食べてみたいなって思ってる。目黒の散歩亭は行ったことあるよ。目黒、なんかおしゃれな名前おしゃれな名前。辛さ増しはしないでください。辛さは得意じゃないから。大丈夫だと思う。へえ。今年中に一回ボンゴ行っておきたい。だってぜひ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 。ね、なんかだん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 っていうか、いろいろ新潟も変わってるね。ね。ねえ。そう、駅もさ、ねえ、もう変わりつつあるから。ごめん、しないです。しないです。御朱印？御朱印なの？ごめんじゃないの？なんて読むの？読めない。ひらがなで教えて。読めない。今回はスタンプ少なめでクリアできそうです。よかったね。え、これ何読み方？ハートありがとうございます。ごめんインで合ってるの？よかった。御朱印のメンバージョン。なるほどね、なるほどね。大変だね、考えるの。大変だ。ね。あ、なんかね、ちょっとわかんないんだけど、2日できないかもしれないんだよな。2日できないかもしれない。まだわかんないんだけどね。まだわかんないんだけど、日程が送られてこないからちょっと何とも言えないんだけどね。そう、ソロ公演2日か、234でやりたいって言ってるんだけど、どうなるかって感じかな。そう、234。
定がわからない。本当にごめんなさい。聞いてるんだけど、続報を待っていただけたら。なんか絶対ギリギリの告知になっちゃうと思うんだけど、明日やりますみたいな感じだよね。だって今日来てなくってなったら、3日連続予定でした。3日連続予定でした。234でやりたいなって思って、で68でできたらいいなって思ってるんですよ。だけど できるかなっていう。そう、明日1日なんですよ。明日1日、配信だからこちら急でもなんとかなりますって。そう、そうなの。できれば10回やって、第10回で千秋楽にしたいなって思ってるわけ、私は。12月の中旬から下旬はいろいろあってできないし、で1月は1月でね、1月2月はやっぱ舞台関係あるから、そう、5回やりたいって思っててさ。そうなの。4月も多分あると思うんだよね、いろいろ。って考えたらさ、また結構空いちゃうからって思って、そう、1回千秋楽っていう形にしたくて、でも10回はやりたいって思ってんだけど、わかんないなーって思って日程がなーって思って、そう、っていうので、10回目のサプライズで劇場披露決定とかなったら嬉しいな。それはないと思う。それはないと思う。まああったら嬉しいけどね。あったら嬉しいけどさ、ないと思うよ。ないのか。ないね。ないね。劇場でも見たい、嬉しい。なんかそういう風に言ってくれてめちゃめちゃ嬉しいです。
場でチカナのダンス見たいだって。嬉しいありがとうございます。声やりたいね声やりたいね。ねえ、声やりたいね。皆さんが一番公演見たいですよねね、公演見たいだろうね、みんなが一番。うんね、一番はみんなが見たいですよね。違う公演見てるのかな半年行ってないだって、やばやば。劇場たくさんやった方がいいのにね。18時ピメナソ公演だと思ってた月に1回しか投げてないだって、やば。なんかさ、劇場さ、ね、もったいないよねもったいなくない？やらなすぎてって思ってる。ね、絶対絶対さ、そこさ、新潟の中でも一番高いじゃん、バンダイだよ。ねえ維持費どれぐらいかかってんだろうね。もったいなくない？使わないと逆にねえ、もったいないよね。3年行ってないだって、やば。みんな思ってるのでは思ってんじゃない？もったいないと思うよ、動かさないと。維持費だけ払ってるみたいなもんだよね。もったいない。もったいないよね。やらないとね。もったいないお化けが出ます。維持費言い出したら完全にスタッフさんおもろね。確かに劇場でおしゃべり会しましょうよ。確かにね、あんなさ素敵な場所があるんだから、なんか活用したいよねって思う、すごくすごくね。ね、劇場のね、
対ないね。ステージ上がってみたい。だってお客様はステージに上がれませんね。でもね、やりたいな私も。こんばんは。てか劇場でお米売ってるだったらさ、劇場でさ、この、回れなかった人を売りたいんだけどお米私一回も行けなかった。なんでなんで行けなかったの。なんで私なんか入ってたかな、おしゃべり会と。なんか入ってましたっけ私鍵学校。安藤さん忙しいから。もう忙しくないよ、暇だ暇って言い方もあれですけどもう衝撃の言葉でしたよ。安藤さん忙しいからって言われた時、どこがやねんスケジュール、私のカレンダー見るかねえびっくりびっくり仕事くださいお仕事ください本当にね、丸取りさんだって全然全然あれなんで、ちょっと行きたいです。行きたいです。本当にえ、ちょっとスケジュール見てみよう。私そんなに忙しかったかな。いやそんなことはないよ。時間はね作るもんだってうちのお父さんが言ってた時間は作るもんだって。いや全然だな、忙しいと呼べないと思う。時間は作るもんだ。そう、時間は作るもんなんですよ。で、うちのお父さんが言ってた。時間はないんじゃない、作るもんだ。だってよ、みんな。父ちゃんかっこいい。父ちゃんかっこいいって。確かにそうなんだよね。かっけえな。今もどうにかして新潟へ行く時間を作ろうとしているのかなおもろい。確かに作ろうとしてるのかもしれない。バスセンターのカレーを食べる時間作らないとね。なんかうちの父さんがさ、新潟来た時にさ、バスセンターのカレー食べたんですよ。なんかピアバンダイでお寿司食べて、でなんかでっかいサバを食べたんだって、焼いてあるやつ。
サバ食べて、で、バンダイ行って、バスセンターのカレーのミニを食べるか、普通盛りを食べるかで迷ってたんだって。100円しか変わんないからっていう理由で、普通のサイズ食べたんだってよ。もうバカじゃないなって思って。そしたらさ、俺もう食いすぎだって言ってさ、私その時さ、おしゃべり会だったからさ、おしゃべり会から帰ってきてさ、え、どうすんの、夕飯食べに行くのって聞いたの。そしたら、なんかどっかでテイクアウトするか、コンビニで買ってちょっと食べるかみたいなって言って、お父さんお腹空いてないのって言ったらさ、俺も今日食いすぎてみたいなそら食いすぎだわなと思って聞いて結局コンビニでなんかこうつまめるもの買って食べてました。私もほらお弁当出てたからさ、そこまでね食べたいってわけじゃなかったから。お父さんがバスセンターの普通盛りの食べてる写真送られてきたもんだってお姉ちゃんからそう、俺食いすぎだってさ超うまい。その次の日もカレーそば食べてるそう、お父さんね、バスセンターのカレーが本当に好きなんだって。レトルトとかもあるんだけど、でもやっぱレトルトはレトルトも美味しいんだけど、やっぱその場で食べるのが美味しいんだって。だからこうね、じゃあ冷凍にして持って帰ったらいいじゃんって言ったんだけど、冷凍だとやっぱ味が落ちちゃうって言い出してそう、そうなんですよ。うちのお父さんね、本当に行ったら必ず食べてる。必ず食べない時ほとんどないです。毎回食べてる。すごいよ、うん、鍋持っていけばくれますよ鍋そう持っていけばいいじゃんって言ったんだけど、やっぱ長野まで持って帰るってのがさ大変じゃないですか。だから私がね、冷凍にして送ろうかって言ったんだけど、味が変わるからいい、あそこで食べるのがうまいんだって言い出して、わけわからんってすごいよね、本当にね。でもそのピアバンダイに売ってるなんかこのパックに入ったお寿司めっちゃ美味しかったって言ってた。お父さんグルメだねだって。そのあとね、サバサンドが美味しかったって言った。なんかサービスエリアにサバサンドが売ってて、ずっと俺気になっててさ、食べてみたらさ、あれめっちゃうまかったんだよねって言い出して。そうだから帰りね、実家に帰る時もさ、サバさん食べるって聞いたらさ、いいって食べたばっかだからいいって言って、そうお寿司食べて帰ったんですよ。そう、サバが有名なんかなって言ってた。有名なんですか、サバ、サバサンド結構見かけるけど。そ
そう、お寿司食べて帰りました。そうでもないと思う。あ、そうなんだ。鯛めしも買いに行きたいから、ちかなちゃんが出る劇場公演お願いしますそう、鯛めしね。そう、鯛めし買ったのって聞いたら、なんか今回はいいやってして、そう、買わなかったみたい。今回はそう、ピアバンダイで生ビール飲めなかったのつらかったそう、お姉ちゃんから LINE 来た。そうやってビールが売り切れだったって。そう、缶ビールでも買ってくればよかったんじゃない。ビールは美味しさわかんないな。グラコロ食べてきたよって。私も食べた、グラコロ。グラコロ、グラコロ、グラコロ、グラコログラコロ食べました。今日あのパン食べて、朝配信食べたパン食べて、その後美容室まで時間があったから1時間ぐらい寝たんですよ。もう一回寝ようと思って寝て、その後お風呂掃除してメイクちゃちゃってやって、で美容室行って食べたの3時ぐらいなんですよね。3時前14時何分ぐらいに食べて、めっちゃ美味しかった。お腹空いてたからさ、本当に秒ですよ。どのグラコロ食べた？普通のやつ、普通のやつ食べました。え、グラコロだってさ、何分ぐらいで食べ終わったんだろう。5分ぐらいですね、多分5分ぐらい、5、6分で食べ終わった。やばい5、6分で食べ終わるってやばいね。めっちゃ美味しかった。飲み物ですグラコロ飲み物でした。普通？本当？普通ですか？そんなもん、よかった。そんなもんだよね、みんなもね。ハンバーガーなんてね、5分あれば食べちゃうよね。お腹すいた、食べな、グラコロ。グラコロ、グラコロ、グラコロ、グラコロ。でもさ、いつもさ、もういつもってか、この時期になると思うんだけど、2分とか言うと思った。2分はさすがにシナモンメルツってさ、もうないのかな。去年出てないですよね。シナモンメルツ、シナモンメルツ食べたいんですよ。去年なかった気がする。シナモンメルツも美味しいんだよ。美容師さんにさ、なんかこう、ケンタッキーとか食べるんですかって聞かれて、あ、全然食べますってそう、マックとか全然食べるんですよねってって言っちゃった。笑われたミスドのポンデショコラ、え、わかる。ポンデショコラさ、もう発売してるよね、確か。あ、買って帰ろうかなって思ったけど、いや、グラコロ食べるからさすがにカロリー取りすぎだって思ってやめました、やめた
食べるの。でもミスドの食べ放題してみたい。バターキャラメルミルフィーユ、バターキャラメルミルフィーユはいいかな。本田ひとみさんはハンバーガーは年に1回だそうです。絶対無理、年に1回なんて絶対無理、絶対無理、年に1回なんて耐えられない。年に何回食べてんだろう私マック。何回食べてんだろう。一日置いたポテトが美味しいですとは言わなかったの、言おうと思ったの、ここまで出てたの。なんか共感されないんですけど、一日経ったポテトが美味しいってすごく思っててって言おうと思ったんだけど、さすがにやめました。月1、月2ぐらい食べてない。でも平均すると月1ぐらいなのかな。バターキャラメルミルフィーユ、こんばんは。そう、どれぐらい食べてんだろうね。結構私マック好きなんだよね。マック好きでさ、週1ぐらい食べてんの。週1はないな。スタバ好き。昼マックのスタンプラリーに1個たまった。だってわかる、マック値上がりしたよね。シャカチキがさ、今日見たらさ170円になってて、私の知らないマックになってるって思っちゃった。マックだってさ、シャカチキ150円の世代だったんですよ私。なのに170円になってた。東京に行ったのにマック行くぐらい。そうなんですよ、グラビア終わった後にね、何が食べたいって聞かれてマックって言った。ネギシって言えばよかった。とても安上がりな女になっちゃった。どうしてもサムライマックが食べたくて、その時をどうしても食べたくて、サムライマックが、もうマックって。メス上がりの女です。ネギシってなんで言わなかったんだ。言われたの、本当にいいのって、本当にマックでいいのって言われたの。なんかこう、なんかあら、あそこもあるし、あれもあるよみたいな言ったんだけど、マックで、おー、なんでマックって言ったんだろう。バカだよね。はあ、マクド高くて昼しか食え。でもマックもさ高くなったよね。ハンバーガー60円の世代だって。やば、なんだその神の世代は。素直でいいじゃん。そのマックが好きなんです。マック、柏崎でアルバムの宣伝、あれだよ、店舗周りの時ですね。その時もマック食べたんだよね。やべえ、マック食いすぎ。そう、店舗周りの時、つぐみさんと一緒でさ、タクシーで移動してたんですよね。タクシーで店舗周りしてたんですけど、タクシーでドライブスルー行って、タクシーの運転手さんに商品名言ってもらった。おもろすぎる、おもろすぎる本当に。タクシーの運転手さんにさ、ドライブスルーしたことありますかって聞いたら、あ、タクシーでドライブスルーは初めてですね。面白かった。ちゃんとマネージャーさんもいて、
でマネージャーさんも食べてたし、ちゃんとそのタクシーの運転手さんにも買ってました。そう、美味しかった。やっぱね、あれですよ、お弁当とか差し入れとか一番美味しく感じますね。そう、やっぱり自分でこう買ったりするよりかは一段と美味しく感じます。そう、ありがたき幸せ、お弁当が出るなんてね。マックのイベントでなんか食べなかったの、食べなかった、そのまんま帰りましたね。あら、8時5分、8時過ぎてた。これからちょっとお風呂入って寝るかな。終わりにしてね。てなわけで、ご飯、夜ご飯は食べました。まあ3時に食べたからっていうのもあるんだけど、夜は残ってたキムチスープを食べました。明日はお昼かな、お昼に配信しようかな。はい、ゆっくり寝てね。ありがとう、ぐっすり寝たいと思います。はい、謎メールは今から書いてしようかなって思ってる。お風呂上がった後にゆっくり書いて、明日謎メールだからね、楽しみにしててください。はい、では壇上読むね。13位、梅ちゃんのさん、13位梅ちゃんのさん、12位ニナさん、12位ニナさん、11位ヨシキさん、11位ヨシキさん、10位ペンギンさん、10位ペンギンさん、9位キクマルさん、9位キクマルさん、8位タッチンさん、8位タッチンさん、7位パンダのテオさん、7位パンダのテオさん、6位、タクさん、6位タクさん、5位ナリスタさん、5位ナリスタさん、4位ハブトゥーセーブさん、4位ハブトゥーセーブさん、3位カブさん、3位カブさん、2位、タキオビルさん、2位タキオビルさん、1位佐藤塚さん、1位佐藤塚さん、ありがとうございます。はい、ということで、暗髪の安藤千佳奈でした。オンラインとオフラインの受付現在しております。詳しい日程とか多分ここだと見づらいと思うので、詳しい日程とかは私のツイッター見ていただけると嬉しいです。で、第9時受付が明日の14時まで見たので、はい、申し込もうと思っている方は忘れないように気をつけてください。はい、ということで終わります。ありがとうございました。また会いましょう。ルームバイバーイ。またねー。